源の忠国は平安時代末期の武士、官人。姓は源、氏より平良流。源の忠光の子。忌み川はじめ、よりと称した。郷は、日垣太郎。天台雑となった,た、忠し博は王子にあたる。代々、日垣を称したが、その本拠地は未称。藤原忠実の家人であり、武士を称する存在であったが、工事二年六月。 公論から不仲となっていた、同じく忠実の家人、辻次郎みなとこれまさと山城国内の、宇治双子墓付近で互いに陣を張り合戦する構えを、見せたとして、忠実の命を受けた、左衛門の城みなとためよしによって、老頭と共に捕らえられ拘禁される。翌7月、軍病を起こし合戦を企てた罪により佐渡国への、入るが言い渡された。なお、尊卑文脈には、 憲法4年1120教授津殺云々との記述があるが詳細については不明。尊貴文脈。尊貴文脈、本朝世紀。本朝世紀には、日垣太郎とあるが、尊貴文脈では早祖府中期の代より、日の木坂を合したとある。また、日垣の地は未生であるが、源の頼平の光栄は、大見国に地盤を有していたと考えられている。 このおもんみせいという人物も、武士を称し、また、ただ国と共に、両人芸や罰用とも記されるがその羊は未称。ただし、尊辟文訳、聖は源氏万聖流経図に、辻を菓子があり、辻五郎これまさの名が見えているが同人であるかは不明。ありがとうございます。